企業なマクラフリンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州出身の女性元、フィギュアスケート選手。2010年4大陸フィギュアスケート選手権2位、全米フィギュアスケート選手権、優勝2回。2007年世界ジュニアフィギュアスケート選手権、2006年、ISU ジュニアグランプリファイナル優勝。パートナーは、ロックニブルーベイカーなど、カリフォルニア州のターザナに生まれ。 母の影響で3歳からスケートを始めた。ノービス時代からイーサン・バージェスとペアを結成し、2004年全米選手権、ノービスクラス3位、2005年全米選手権ではジュニアクラスで4位となるなど頭角を表し始めたが、同年にペアは解散。2006年よりロックニブルーベーカーと新たにペアを結成した。2006から2007シーズンから、 ISU ジュニアグランプリに参戦を果たし、JGP ブダペストと JGP 台湾杯で連続優勝を飾る。初進出の JGP ファイナル優勝、2007年全米選手権、ジュニアクラス優勝、2007年世界、ジュニアフィギュアスケート選手権も制し、ジュニアタイトルを総なめにした。2007から2008シーズンにより、シニアクラスに参戦。 初戦となる中国杯で2位となり、次戦の NHK 杯でも2位となったが、初進出のグランプリファイナルでは、ショートプログラム後に棄権した。2008年全米選手権では、シニアクラスで出場し初優勝を飾ったものの、自身の年齢制限により2008年世界選手権に出場はできず、パートナーのロックニブルベーカーの年齢制限により、2008年、 世界ジュニア選手権にも出場ができなかった。2010年引退を発表。プロスケーターとして ABC の番組スケーティングウィズザスターズにブランドン・マイケル・スミスのパートナーとして出演している。ありがとうございます。